下腹ぽっこりが気になる方、いつもお腹が膨らんだ状態になっている方、そういった方におすすめなデッドバグ応用編というのを紹介していきます。このデッドバグというのはとてもお腹を引っ込めるために効果的なエクササイズなんですけども、行った際に腰が痛いっていうコメントがとても多かったです。そこで今回はデッドバグを少し優しくして腰が痛くならないようにしたバージョンと、デッドバグをする前によりお腹に効かせるための準備、エクササイズを一緒にやってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで、お腹をへこませるための筋肉、お腹をへこんだ状態をキープする姿勢というのが身について、やり方が分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めるデッドバグをたったの5回一緒にやってもらえたらと思います。そしてその前にいきなりやってしまうと腰が痛いって方が結構いますので、今回腰が痛くならないようにお腹を締める意識、腰を丸める意識というのが身につくエクササイズを先にやっていきます。腰が痛む場合の原因としては、エクササイズの途中で腰が伸ばされているっていう違和感の痛み、お腹が締める力が弱ってしまって腰の反る力が強くなって腰に力が入って腰が痛いという、この2パターンの腰の痛みがあります。このデッドバグに関してはお腹を締めとく力が弱くなって、だんだんお腹が伸びて、だんだん腰が反れて腰に力が入って腰が痛いっていう原因になります。ですので、デッドバグした際に腰が痛いよって方は腹筋がないっていう証拠ですので、やり方が悪いんではなくて腹筋が弱いってことになります。ですので今回はちょっと優しいバージョンを紹介しますので、そこからしっかり腹筋をつけて応用のバージョンやってもらえたらと思います。ではデッドバグの準備のエクササイズを紹介していきます。はい、下腹ぽっこりの原因の多くは反り腰にあります。腰が反れてお尻が出て、お腹が出る、しかも首が前に出る、そういった姿勢の場合、姿勢が改善するだけで下腹がぽっこりなくなります。そこで今回は正座の状態からお尻を上げます。腰を丸めます。お腹を引っ込めて、おへそを自分の顔に向ける感じです。このままゆっくりお腹を締めて戻る。戻ってもお腹を伸ばさない、締めたままです。おへそを覗き込む感じ、おへそは顔を向ける感じで、お腹をクッと締めたら帰る。この時大腿四頭筋がストレッチされるので、ももが痛いかもしれませんけども、ここは我慢してください。今は腰を丸める、お腹を締める意識だけの練習です。これを一緒にまず5回です。下を向く、腰を丸める、おへそ顔、いきます。5回、息を吐きながらです。1、2、3、4、5、OK です。次にデッドバグした時に腰が浮かないように、片足伸ばして片足曲げる、上体起こす、これで5秒間キープ。腰をしっかり床につけてください。いきます。1、2、3、4、5、反対です。腰しっかりつけます。いきます。1、2、3、4、5、 OK です。今度は足を伸ばしてゆっくり足を下げると腰が浮くと思います。それを浮かないところで足を戻す。腰が浮かない位置、ここまで下ろして浮くんだったらこの上ぐらいです。で戻す。これをもう5回いきます。腰が浮いちゃダメです。1、2、3、4、
ここ。OK です。今の3つでお腹に力を入れる意識、腰を丸める意識ができました。これでデッドバグを一緒にやっていきましょう。今回は前回紹介したデッドバグのやり方の紹介、そしてそれよりも少し優しいバージョンを一緒に5回やってもらえたらと思います。これで腰が痛かったらデッドバグ正直できませんので、シットアップからまずしっかりね、腰を丸める、お腹を締める意識をしてもらえたらと思います。では、腰痛い人向けのデッドバグやっていきます。前回紹介したデッドバグは、手も足も広げて万歳です。こっから足をちょっと浮かせる。体を少し起こす。この状態で腰をつけて、息をしっかり吐き切る。っていうので1回。これを5回前回やりました。これで腰が痛いって方は、手も足もちょっと曲げてください。ちょっと曲げる。こういう感じです。本当に死んだ虫の形です。これでこうやっちゃうと、負荷が上がって腰が浮いちゃいますから、万歳からちょっと曲げて腰つけて、形としてはこういう感じです。これをこうやっちゃうと負荷が上がるので、ちょっと両方、手も膝も曲げて、腰つけて、息吐き切るので1回。これを5回です。今のを一緒にやってもらえたらと思います。それで手のね、曲げ具合、膝の曲げ具合によって負荷が変わりますから、もし曲げた位置でまだ腰が浮くんだったら、もうちょっと肘と膝を曲げてください。で、腰をしっかりつけてキープです。一緒に頑張っていきましょう。これでキープです。息しっかり吸って吐き切ります。できれば10秒間ぐらい吐き切るつもりでやってください。いきます。1回目いきましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目です。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目です。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。4回目です。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。お疲れでした。今の肘と膝の曲げ具合で腰をしっかりつけやすくなります。それで腰がしっかりついてお腹がキュッと締まってればお腹がずっとね、プル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 っと震えて腹筋に効いてると思います。あんまり体がプルプルしてない方はもっとお腹をギュッと力入れて腰をしっかりつけてください。そうするとしっかり効きます。首が痛いよって方はやはり首の筋肉がないので首が痛い。っていうことになりますので腹筋とかをねこうやってやってる場合自然と首の筋肉もつくんですけどもそういったエクササイズしてない場合首というのはいつも肩に乗って首の筋肉あんまり使わないですから首が弱ってしまってますですので寝っ転がった状態で頭だけを起こすこれを10秒キープこういった感じで首の筋肉を使うとですねエクササイズした時に首が痛くないです頭もやはり重たいですから頭を持ち上げるってこともやっぱり筋肉が必要としますからそこが弱ってる場合腹筋背筋したら首が痛いっていうパターンになりますその筋力をつけていくとですね首の痛みがなくなって長い時間エクササイズができるのでしっかり腹筋に効くまでできるっていう感じになりますということで今回は下腹ポッコリ肉効果的なデッドバグの応用編中級編でした今回腰が痛くなかったよって方、楽だったよって方は、
コメントお待ちしております。やってみた方、腹筋効いてあった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっておりますので、説明欄からぜひリンクのフォローよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。